また夏が来てしまいました。こんなに時が過ぎ、どんなに記憶が薄れゆこうとも、決して僕の脳裏を離れないあの夏の切ないワンシーン。それはそう、それはラジオ体操第二の2番目の運動。腕と足の曲げ伸ばしと目打たれたあの運動は、少年時代の僕にとって壮絶な悪意に満ち溢れた行き過ぎたガッツポーズとしか思えなかった。夏休みの朝、小学校のグラウンド、気乗りしない僕の前で文房具屋のおじさんが張り切ってガッツポーズを決める。ますます僕の中の嫌悪感は高鳴ってゆく。そして見てしまったんだ。僕の左斜め前前方で、あの憧れの綺麗なお姉さんが、までもがガッツポーズをさせられている。あの憧れの綺麗なお姉さんまでもが恥ずかしめを受けている。僕は強い憤りを感じる。しかし、夏の国民的行事ともいえるラジオ体操に抗う術もなく、ただ奥歯を噛みしめるだけだった。あの壮大な恥辱の代償が大学ノートと鉛筆一本だけなんて、切ない。また夏が来てしまいました。今年も日本のどこかで、あの悲劇が、繰り返されるのかと思うと、僕は胸が痛い。
ちゃんでした。チャンネル登録もよろしく。